回はゴミの中にある食べ物をお金持ちに売りつけるゲームをやっていこうと思います。なんだ、どうした、突然画面が切り替わったんですけど。ゴミから手に入れたような食べ物、バカなサンドイッチ、誰これ。レストランを成功させますか。グッドラック。10年後にあなたがホームレスになることになります。この料理どういう意味。ちょっとむちゃくちゃ、10年後急にタイムスリップ、え、私のレストラン、あー、なるほど、ゴミをここで売るんだ、なるほど、はい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 。あ、食べ物を届ける、ゴミを埋めると食べ物が見つかる、どういうこと。ここだよね、ゴミ箱って、ゴミでいっぱい、いや、あ、こっちか、あー、今待って、今これゴミ漁って食べ物探してるってこと。なんだ、何見つけた、何それ、あ、ピザじゃん、え、割となんか普通に見えるし、じゃあこのピザをあげてみましょう。あ、喜んで食べて、あ、お金置いて帰った。ゴミ売れました。さて、じゃあどんどん探そう。うわ、金ピカ鯉のぼりのお兄さん、さてこの人には、なんだこれ。とんでもない目玉サンドイッチ。なんかもうじゃがいもの目が伸びきったやつみたいなのが出てる。さて、じゃあこれをね、食べていただきましょう。さあ、美味しかろう、美味しかろう。ゴミだけどな。さあ、続いては、なんだこれ、完全にカビ生えてない。すんごい色してる。もう何かもわからない、ラップサラダかなんかかしら。さて、じゃあこれを食べてください。一番お腹にやばそうな食べ物。お腹には気をつけて。さあ、いらっしゃいませ。あ、美味しそう、ケーキじゃん。うっそ、こんなのもあるんだ。はい、ゴミです、どうぞ。ありがとうございました。さて、友達を雇う、あ、雇えた、これは勝手に働いてくれるのかな。結構ね、20秒っていう長い時間がかかりますけれども、にしてもね、働いてくれるならだいぶ助かりますよ。もう一人雇える、あ、違う、これテーブルだ。あー、テーブルを手に入れたら、こう2組お店に来れるようになるってことかな。にゃなほどー、さー、提供してくださいまし。おー、いいじゃんいいじゃん、これどん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 効率よくやってこう、どんどん稼ごう。てか私マジ早っ、ゴミ屋さんの天才じゃん。さあ、お姉さん、こちらをどうぞ。ゴミを美味しそうに食べてらっしゃいますね、素敵です。あれ、これテーブル変えるんじゃない、買うか、おーし、二席になった。ゴミレストラン、とっても賑わって儲かっております。お金持ちの皆様、こちらのゴミをどうぞお食べください。あら、光り輝いてる猫が来てる。かわいいけど、けどって感じだな、すごい見た目。私まだ初期泡だからさ、全然あれなんだけど、また猫来てる。どうぞ、じゃん、残飯処理にどうぞ。あ、ちょっと友達、働きなさい。ゴミが必要ってどういうこと。なるほど、私外でゴミ集めてこなきゃいけないのか。これも業務のうちなのね、なるほどね。そういうことか、これも仕事なんだ、私のオーナーの仕事、ゴミを集めること、そしてこのゴミ箱に入れ、友達たちにこのゴミの中を漁らせて、その中にあった食べ物を、お金持ちに売りつけると。とんでもねえ、アップグレードできるのかな。もっと美味しい食べ物を購入しましょう。より大きなストレージ、あ、これ大事。あ、しかも従業員の数が早くなる、数が早くなるってどういうこと。あの、ゴミを漁る秒数ってことだよね、多分今25秒かかってるから、これは2秒ずつ縮めることが可能。いや、これはめちゃめちゃ縮めた方がいいと思う、あまりにも遅すぎたんで。あ、もう買えない、よし、じゃあギリギリまでアップグレードをしたので、じゃあ私はまたゴミを漁りに行ってきます。従業員たちを頑張って働くのだ。じゃあ調子はどうだ。おい、働け友達。働けよ、私は違う業務で忙しいと言っただろう。働いてくれ。
なんだなんだ、どうしたすごい突然曲が流れて、新しいアチーブメント、枯れた観葉植物をゲットしました嬉しくないな、なんか。あら、満席じゃない、ちょっと素晴らしく賑わってるうちのレストラン、すべてゴミですが、まあね、皆さんにご満足いただけるよう、私たち精一杯ゴミを漁ってまいります。いたー、え、大丈夫、あ、いたー死んじゃう、社長が交通事故で死ぬ。おい従業員、働いてくれー。いや、でもだからこうなるといよいよ、でも私やることないんだよね、本当に。もうこう3箇所さ、ゴミを漁る場所があるけど、もう友達が全部やってくれるから、私もう本当にやることないわこうなると社長じゃん、もう経営者だよ、経営者。ゴミの頂点に立ちました。さあ、テーブル4席になりました。いやー、この店も繁盛してますなあ、ダンボールの人が来た、ダンボールの席に。いや、この店結構ひどいよね、机も椅子もダンボールだもんね結構ひどいと思うけど、お客様結構満足して帰られる方多いんでね。っていうか、ちゃんとお金払ってくもんね、やっぱ金持ちはちげえなさあ、15ドルいけますね、拡大、よーし、横に広くなったぞ。おー、なんか新しいのまたもらったね、これね。で、テーブル、あ、ちゃんとしたテーブルになってんじゃん、今度。あのダンボールとは大違いだわ。そんで、こっちにもゴミを入れることができて、雇える。こっちでも雇えるのかな。なるほど。じゃあまた私が一からね、漁り直す日々でございます。めちゃめちゃ窓ガラス割れてるじゃん。この物件大丈夫かまあどうせ全部ゴミだしな、いいのか、そういうもんなのかな。さあ、じゃあさらに友達も雇って頑張って働いていただいて、あっちはあっちでやってるってことだもんね。ってことは、じゃあこっちにも私はゴミを追加したりしなきゃいけない。あら、忙しいんじゃない、割と忙しいのでは。で、またアップグレードを1からやっていくことになるんだね。なるほど。あら、お迎えのお店すごい、星3つもついてる。うちまだ星1つなのに、すごい、どうやって星増やすんだろう。さあ、この文字通りゴミ袋かっこわら、これめっちゃ気になるこれ取得してみましょう。文字通りのゴミ袋、外の道路に落ちてるようなものかな。あー、それよりももうちょっとリアル本当にちゃんとゴミ袋だこれお店の中置いちゃダメでしょう。さてね、お金も貯まったので、あ、ギリ足りないか、拡大がねできるはずなんですよね、ここがね。ちょっとギリ足りないか、もうちょっと頑張ってくれ、従業員たち頑張ってくれ。お、行ったんじゃない、まだか、まだどう、はい、来ました。それでは拡大、さあ奥どうなってる、わー、こっちも店舗か、めちゃめちゃ広いし、なんかあの綺麗、スタジオみたいダンボールでやってたお店なのに、ついにここまで来たか。あー、いらっしゃいませ。さあ、うち出してるものは変わらずゴミでございますが、よろしいですか。綺麗になったのはね、外装だけ、内装だけなんでね、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。友達雇いましょう。しかもなんか高くない、この食べ物の1個の値段が、同じゴミなのは変わってないのにどういう原理なんだ。ちょっと待って、次の拡大の値段859ドル、無理すぎる一応ゲームとしてはね、ここの、ゴードン・ラムゼーを招待したらエンディングになるらしいです。あのオープニングに出てきた、多分この腕組んでた人だと思うんだけど、1ミリオン、とんでもなく稼がなきゃいけないということで、ちょっと今回エンディングまで行くのさすがにね、無理かなというところでございますが、とってもね、このゲーム面白かったです。私もうリアルに2時間ぐらいやりました。超楽しかった。ということで、
ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。